国民民主党は1950年から1952年に存在した日本の政党。1949年に第三次吉田内閣の組閣にあたり民主党は連立交渉をめぐり党内で連立派と野党派の間に内紛が起こり分裂状態を引き起こした。1950年2月には犬会見、堀茂などの連立派が大量脱党する。 そして4月に民主党野党派は野党の国民共同党と合同して国民民主党を結成した。当初の最高委員長、戸間地義蔵、幹事長、三木武夫。これは夏に迫っていた参院選のための急ぎの措置であったが民主党から合流した足田人氏は新党の体制が不完全であることに危惧の念を抱いていた。 そして6月4日に行われた第2回参議院議員、通常選挙で魅力的な党の顔を描く。国民民主党は惨敗、自由党や社会党に大きく差をつけられる。1951年5月頃から、党内で自由党との連携派と反対派の対立が始まる。足田も三木も反対派であったものの、連携派の離党をやむなしとする三木に対し、 足田は連携派との妥協を図った。続いて、松村健造、大麻忠浦公職追放解除者の入党問題が発生した。松村、大麻らは申請クラブを組織していた。三木は追放者の入党に消極的であり、とりわけ大麻の入党に反発した。一方、国民民主党は諸派を急合した新党の結成も目指していて、中でも三木は 農民共同党を引き入れようと画策していた。農民共同党取り込みを図るために、新党の宣言に、恩恵な社会主義政策をも取り入れという文言を認めるかどうかで、国民民主党内は紛糾し、結局新生クラブと農民共同党は共に新党に参加することになったが、国民民主党の参議院議員の一部が新党に不参加となった。 1952年2月8日、改新党が結成され、総裁は空席都市、三木は幹事長となった。ありがとうございます。